さあ、ついにやってまいりました。エルデンリングダウンロードコンテンツ。待ちに待ったね、ほんとにね。で、これは俺の、エルデンリング、300回死んだら即終了縛りの時の、データだね。遺跡の体験プラス10に、レベル150。生命力、精神力、持久力、筋力、技量、知力、信仰、神秘が、こんな感じになっています。まあ、特大剣の、脳筋装備だ。はい。やってくぞ。ああ。Were you guided here by kindly Mikula? I am Letta. And like you, I was guided by faith along his honorable path. Touch the withered arm, and you too will be transported to the realm of shadow where Mikula the Kind now dwells. My compatriots are there already. Like us.They have heard kindly Mikula's call. If you can find them, they are certain to lend you aid. へー、じゃあこっからは NPC は全部仲間ってこと？ Come now. Touch the withered arm. I will not be far behind. つかこれ新キャラだな、レナだって。さあ行くぞ。わ、こんなあっさり。でも出てこない。ドゥーンって。外に出た瞬間ってことか。そしてガードをしながら歩く。これ常識あるね。これ中国では。おお！墓地平原。はあ！さあ、あさり尽くすよ、マジで。隅から隅まで。こっから始まるんだ。俺のエルデンリング DLC が。トリーがおるやん、トリーが。あ、新モブだ。なんか機械みたいのまとってる。ただこの程度じゃウォーミングアップにもならねえと。うわ、チンポコおるやん、チンポコ。こいつ PV にいたやつだ。ただ油断はしない。あれ、かなり有効的。いや、怖っ。うん、何これ、ナマコモチーフ。よっ、ほら、えっ、うおっ。このゲームは絶対油断しない。初見のモブはじっくり回復しながら見る。なるほど。別に怖いけど移動もできないし。うわー、トリーもいたか。問題ね。こうやって相手に、相手をひるませて動けなくする。これが特大剣の強みよ。でもあれだなー、新武器ね、使いたいよなー。特大剣ももちろんなんだけど、もう飽きてんだわこの武器には。俺の一番好きな武器なんだけどね、このゲームで。西の無名霊長、早速なんか来たよ。え、ボスこれ。お、早速来た。コロの騎士だって。シャバいことするなよ。三連撃、お、大丈夫。こいつでウォーミングアップしときたいね。さあ、強靭の削りがすごいから人型は動けないよ。うんうん、素晴らしいね、俺の動き。全然悪くない。はあ、なるほど。うわ、軽く高っ。油断しないでいこう。崩壊波、避けるか。もういっちゃう。この距離なら当たるよね。ただダメージで攻撃高っ。よいしょ。はい、まあ、じっくり普通に殴ってった方がいいね。何それ、崩壊波じゃん。パクリやめて。それ俺のパクリだよね。これ追撃もある。え、強っ。霊薬の聖杯瓶、これは次のダメージもう2分の1にするのと、2分の1だっけ、忘れてたけど、それと
HP を半分回復。はいはいはい。なに、こいつエストビン飲むのかよ。やべ、スタミナ全部使った。あぶねえ。うわ、え、これ2回受けたらまさか死ぬの。なんか追撃してきてるけど、残念でした。はい、おいおいおい、スタミナ温存。ちょっとま、あ、ないわ。エストビン1個しか持ってないんだ。お前ちゃんとマップ漁んねえとよ。マップ漁ってねえからそんなことになんだべ。はい、ほいほいほい、大したことね。もうひるむ時点で特待剣との相性激悪だからな。うらえで回復してさいなら。まあまあだったら、まあちょい油断したら危ねえぐらいだったわ。おっ、コローの体験、コローシリーズだ。新しい防具大歓迎。ああ、まあ普通の体験か。ああ、なるほど。この技が使えると。うわあ、くそ、目の前の、あの炎のゴブレットに、見惚れていた。こいつ PV にいたやつだ。早速やべえのいるな。ちょっとチャレンジしてみるか。え、ちょっと待って、あのなんか近くで見たらスケールが違いすぎるんだけど、これ勝てる、これなんかやばくね。うわ、ちょっと待って、全展回避か。 OK、ちょっとマジか。前転回避、近づくことすらできないけど。おお、今がチャンスか。前転回避、はいはい、ごめん、ダメージ入ってる、これ入ってる入ってるけど、全く削れてない。いやー、これダメだな。なんだこれ、どうすんの。まあ一旦放置か。まあまずはこのマップに映ってるこの2つ、ここ行こう。お、なにこいつ、あ、硬い。上位モブ来た、上位モブ。うわ、しかもひるまない、人型なのに。へえ、良さげなやついるじゃん。あの炎のゴブレット以外にも俺と相まみえることができるやつがいるとはな。シンプルな人間もいるね。まあなんてことはね。これが一つ目だ、マップかな、これ確か。おお、なるほどなるほど。どうしよっか、どう調べていこうかな。まあ一旦これか、唯一なんか表示されてるやつだから。お、みんな燃えちまった、あのメスメルどもがみんな燃やしちまった。わしらが何をしたって言うんだ、ただ生きていただけだろう。なるほど。ちょっと背景が見えたよ。火に焼かれた廃墟来た、火に焼かれた廃墟。ここの、あれか。村民が、みんなメスメルに燃やされたってことか。日比大壺、日比大壺アイテムの制作に必要となる。へぇー。大壺氏の製法書、これか。大火炎壺、敵に投げつけとても大きな炎ダメージを与える。
国家庁ってのが必要だな。まあそこら辺にあんのかな。あ、いたわ、国家庁。影の地のルーン、使用により1万ルーンを得る。まあでもこのマップは一応150レベルで固定で攻略するつもりだぞ、今のところは。すげえ怪しいんだけど、ここくっくる。ここない。解釈の刃、アクセサリーだ。致命の一撃の後攻撃力が高まる。微妙か。蝶々いっぱいいるやん。これで作ってみるか。大火炎壺。まあ、ピンチの時に使ってみよう。またいる。私にはわかるよ。あんたたちの恨みはずっと残ってる。そうしてあいつらを呪うのさ。メスメルを、マリカの子らをね。うわ、処刑されてるわ。影の地の各所で英樹の破片を入手できる。祝福でそれを消費することで英樹の加護を上げることができる。英樹の加護はそれを受けた者の攻撃力とカット率を高めるが、影の地の外では効果を発揮しない。え、これ必須アイテムやん。ん？影の地の各所で礼拝を入手できる。祝福でそれを消費することで礼拝の加護を上げることができる。礼拝の加護は召喚する霊体と霊馬の攻撃力とカット率を高めるが、影の地の外では効果は発揮しない。あー、馬と礼拝で呼んだやつが強化か。それ別枠なんだ。つか馬使ってね、やべえ、もう馬の存在を忘れていた。ずっと歩きで探索してたわ。あかん。ん？これは？ちょっと馬下ろして。絵画、神の塔。あれ、これって何の意味があるんだっけ。なんかこれが見えるところに行くとアーダコーダ的なやつなんだっけ、確か。また知らない敵がいるなぁ。やあ、壊れちゃった。おお、逆逆手剣。これ新武器だ、新武器。あ、やめて。おお、アサシンだ、アサシン。なるほど。ん？ちょっと待った。これさ、なんか守られてるな、こいつに。こいつが守ってるっぽいぞ。いかーん！どこだ？いって！どれだ？うわー、ごめん！やべえ、馬が一瞬で。だから馬強化しなきゃいけないんだ。うお！どこだ？おーい、探すところやないないかい。一旦回復ガビ飲みしながら、この辺なんだよな、まず間違いなく。これじゃないのか。違う、キノコしか生えてない。いやー、わからんな。待って、分かった。もしかしてこいつ自身なんじゃない。こいつがそうなんじゃない。つまりこいつを倒さないとゲットできないとか、そういうパターンかもしれねえ、これ。と思ったけど、なんか映ってるな。なんかコンパスみたいので映ってるな。あれ、こっち行けば取れる。あ、取れた。
あ、違う、これ自分の死体だ、これ。最悪。自分の死体取っただけやん、これ。おぉ？ラダー？レーダー？そこ何？あれ？もう一人いるよ。いや、怖い怖い。ファイ、another。Treading the heels of Mikaela. Then, as that woman would surely say, we are in our purposes well aligned. But understand, your kind are not forgiven. The Earth Tree is my people's enemy. By Marika long betrayed, set aflame. I believe Mikaela's apologies when he says our delivery will come, but never will I see your kind as worthy.こいつ絶対 NPC イベント進めてたらさ、襲ってくるやつやん。 And yet my oath I cannot overlook. If Mikaela it is whom you would seek, then comrade, allow me to give you this. These are the sites of the crosses I found. I urge you, follow after Mikaela. As long as you abide by his footfalls, you will be no enemy to me. おお、つかほらあれじゃね、ミケラを追う限りは味方だっつってからミケラを追うのやめたら敵になっちゃうパターンかな、イベントで。おー、なるほど。角人って言うんだ、さっきのやつ。こいつどこが角なん。 I urge you, as long as you abide. OK、 十字に触れ、あ、十字ってこれのことか。刻まれた言葉が心に浮かぶ、我が最初の肉体をここに捨てる。なるほど。心血の木の芽、普通に素材か。あ、エイジの変来た。あ、Lady Leda spoke of you. You're that tarnished. Guided here by kindly Mikaela. Won't we all? I am Freya. I once fought alongside General Dawn. In battle, you can be sure I'll hold my own. いや、こいつはいいやつだな。Oh, another thing.Did you speak to our dour little friend? If you've yet to do so, have him give you a map of the cross's whereabouts. You'll find more of them dotted about these lands. They are Mikaela the Kind's footprints. なるほど、十字が足跡なんだ。影の血の加護、これか新しいの。はい。これで防御力が上がったと。で、もう一つ、馬のあれを上げるやつ。いくつまであるんだろうね。うわっ、おい、なんかいいのあるな。枠つくねこれ。あれ、また知らないやつが。新入りかい。俺に挨拶はしときな。 You must be the tarnished. I am Ansbach.Formerly in service to Lord Moog. あ、モーグに。 Now, like you, another soul guided by kindly Mikaela. I'm hardly the steady hand I once was. My fighting days are far behind me, which is why I have chosen to dedicate myself to investigation, to discern tender Mikaela's ultimate purpose. I'd rather not volunteer service to a new master unless I know that I can be of use. こいつのモーグかっこいい。May I request a service of you? Six crosses identical to this one have been discovered in these lands. They are akin to tender Mikaela's footprints, or gravestones, which mark what he's left behind. If you discover any more crosses, be certain to tell me. I presume you, too, are keen to know just what kind Mikaela is doing here.なるほど、足跡見つけるたびにこいつに話しかければいいってことかな。あれ、我が肉体を削りここに捨てる。エイジの破片、あれまだいるわ。 Hello there. Together we work together for Mikaela the kind. Many things we have found.雑貨屋か。ルーンのこう使用により装備した大ルーンの恩恵もだろう。あ、こんなのあったな。これ全部買いで。
あー、これは炎カット率、雷カット率を大きく高めると。一時的にスタミナ回復速度を大きく高める。他になんか良さげなやつ売ってない？あ、霊気流の封印について、これ買っとこう。ムーアと話す、名前かわいい。 I like finding things for you, Lady Letta, her allies, and the forager brute. Things bring joy to all. 拾った虫も喜んでんの？ I like for you things. 封印された霊気流を見つけたら付近に石積みを探せ、それをくっつせば封印は解ける。へえ。さあ、じゃあこの城みてえなとこに入ってみるか。人の像だ。これが一つ目のダンジョンってことかな。おーい、さあ強い敵希望だよ。サソリだ。音がない。はい、ジャンピングギリー。あ、柔らけ、見かけだけか。なんだ、あ、虫ダンジョンだ、最悪。うわ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 、崩壊波。このための崩壊波なんだよな。クブかと思ったらサソリか。ほら、これクモやん。これ上通ったらのやつだよな、これ。あれ、一周してみる。あー、これ取ったらのやつか。オッケー。礼拝、あれ降りてこない。冬眠ナウか。崩壊波で一発やん。大したことねえな。俺のこの遺跡の体験よりもさ、気に入る武器あんのか。うわっ、うわっ、びっくりした。毒か。はいはい、こいつがでも3体とか出てきたらちょっとやべえな。毒になっちゃいそうで。なんだ、いちいち塔の町ベルラート、いちいちでけえわ。巨人でも住んでたか。おお、なんか身長高い。いや、ただのモブだねこれ。うん、毒直し、毒系か。お、こいつはなんかちょっと違う。あ、ちょい方だわ。タメ切り、まあ、攻撃受けたら痛そうだけど問題ねえな。え、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 びっくりした。あ、買ってこいつ。硬いけど特大剣だと相性がいいね。なんとか油、あれ、これあれじゃん、武器に属性つけるやつか。うわ、井戸だ。このゲーム松明みたいなのってなかったっけ。ちょっと怖えなこれ。お、いきなり出てきた。メスメルの火油。へえ、めっちゃ強い火属性ってことか。あ、そうだわ、武器に塗り大きな炎攻撃力を追加する。うわっ、なるほど、エルデンリングらしくなってきたな。ただ焦ってあいつを倒しに行こうとするといろんな障害があると。タメ切り、タメ切り強くねえな。
あれ、もう撃ってこねえや。君たちかダメじゃない、上からやっちゃ。おお、これこれ新しい祈祷だね。俺もエルデンリング祈祷縛りでやったけど、あんなのなかったと思うよ。鍵だらけや。ああ、こいつは、さすがにもらうな。おお、やっぱ生命力50ぐらい振っといたら正解だな。バックスタトロードを持ってるけど、これじゃ無理だな。ひるみもしない。はい、 HP でも低めだね。まあ、低めっていうか特大剣の火力が高い。はあ、まあやっこいな。いやー、吐き気で修行とは。センスあるやつじゃねえか。見どころがある。バンジージャンプしようとしてた今の紐で。倉庫の鍵どこだ。うお、おー、なんかやべえな。ああ、なんか赤いサソリがもう一匹いるんだけど、上に。はいはいはい、全然硬くね、さっきより。こいつなんか違うぞ。オーカイハー。あれ、違くない、これ何、置物か。これも持ってたんだ。骨の弓、新武器か。弓は興味ねえな。ああ、びっくりした。なんだこいつ。うわ、奇襲仕掛けてくる系か。びっくりした。うわ、もうゴチゴチの虫ダンジョンだ。こういうのは走って範囲切り、はい、オッケー、完璧な判断だな。なんだよこれ、なんかメンタル削ってくるダンジョンだな。あ、十字ある、十字ある。よー、でかい。これから、これから生まれるんだ。絶対これ元人間じゃん。フロムはそういう設定大好きだから。さ、十字があるけど、絶対に油断しない男、吉田ま。大丈夫だ。やった。我が左腕をここに捨てる。こいついつも体捨ててんな。乾いた花束。アクセサリーか。召喚した霊体が死亡した時、攻撃力が高まる。ん？普通の鳥じゃねえな。口が光ってる。うわ、これ黒煙か？黒煙って誰の力だっけ？黒煙っぽいよな。まさか俺が黒煙武器持ってるわ。これ、神狩りの剣。宵眼の女王の能力か。いや、もうこれ、どういうことこれ。あ、なんか後ろにいた今。あ、また武器違う。今度は湾曲剣だっけこれ。なんだっけ。おお、やる、半分削るか。いや、すさまじいな。バックスタ入れらんなかった、この野郎。これで解決なんだよな、結局。いやー、倉庫の鍵やったーん。NPC？
NPC っぽいな。あ、Who art thou, stranger? By the look of thee, another of Mesmer's peons, methinks. Tell me, does thy kind never weary grow? How do these old bones fascinate thee yet? Our lands were by thy kind set aflame, our tower by thy kind veiled in shadow. Thou camest, robbing us of all, spoiling all. Have ye not basked in these deeds long enough? Listen, progeny of the wanton's trumpet. For thy sins thou shalt have thy recompense. The sacred beast shall unleash its ire. Till then, with this old hag, do what thou wilt, for all the good it'll do thee in the end. メスメルは嫌われ者なんだね、この影の地でも。なんか娼婦のコラメって言ってたけど、それマリカのことだろ。For what reason dost thou falter, villain? Enact thy sordid work with fullest pride. Else tuck away thy tail and leave for good. Loathsome issue of the rotten strumpet. Be gone. These lands were ours.あれ、多分殴ってもイベント進行するし、スルーしてもイベント進行するパターンのやつか、これ。あ、こいつはさっきのフレイヤー、フレイヤーちょっと一緒に行ってみようか。ってことはこれボスか、中ボスかな。フレイヤー、背中はお前に預ける。赤獅子だって。おお。O horn-decked beast from higher sphere delivered, take root inside the tower sculptor keepers, and perched within, we beg of thee.おばちゃんだよね、喋ってんの。じゃあ、あのおばちゃん殺してたらどうなってたんだろう。神獣獅子舞、獅子舞みてえだなと思ったらガチの獅子舞かよ。ブレース、やばい、壁 BGM 流れてる。このブレースなんだ、これ何属性。はい、はい、買った。あー、これちゃんとやべえやつか、これねえ。一発買った、いかーん。フレイヤーまで一部削られてない。やるじゃねえか、フレイヤー。フレイヤーは太極拳に重めのシールドか。うわっ、え、火力高っ。やばい、 OK、 ここで2個飲む。よし、23か。崩壊波は回復してる。何、俺のもの食って回復したってこと。まあ、だいぶ見れそうだな、今回でコードパターンは。
1、2、違うな、これ食らっても回復しないもんね。1、2、ちょっと行動パターンが未知すぎる、トリッキーすぎる、トルネード、うわあマジか、こんなに HP 振ったのにワンパン技ある、これか、俺がさっき食われた技今のじゃない、いやーなるほど、普通に強いな、フレイヤーいなかったらかなりきつそう。で地名ぶち込んで、これでようやく3分の1か。おっと雷、いやー人を使うようになった急に、なんだこれ、う強いなこいつ、難易度爆上がったじゃん急に。ならこっちも崩壊派で行かせてもらおうか。はい2回、ああなるほど、ブレスも危ね、つかあの雷のやり投げ、俺もきっと縛りでエルデンリングやってる時よく投げたな、懐かしいや。で FP 回復して、あれ雷のターン終わった、普通に短かったね。てかフレイヤー死なねえじゃん、こいつ強いのかフレイヤー、あーなるほど、 OK、 2、噛みつき、あー避けらんねえ、噛みつきじゃねえ、さっき俺を食らった技はどれなんだろう、多分それが回復だと思うんだけど、え雪、こいついろんな属性使える系かよ、あー致命できなかった、はいはい、え、なんで特大剣なのにこんな硬いのこいつ、大丈夫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 、いや強っ、待ってこれ強っ、うわー霜踏みじゃん、いやーゴリ押しよくないね、これ強いなこいつ、普通に1匹目のボスがめっちゃ強くて笑うわ、これがこのレベルがあと10体以上でしょ、14体だっけ、雷と氷なのか、なんか氷を相手にしてるみたいだね、はい、こいつケツ硬いのか、多分なそういう感じじゃない、雷強いな、もう一回いい、オッケー、結構見切ってきてる、でもうおが、まずい、回復がつきました、大火炎壺、へえ食らってる？食らってます？今の、いやこりゃ強いな、崩壊波、崩壊波、1回、これだよな噛みつきは多分、うわー竜巻に戻った、この隙に崩壊波、普通に自分の崩壊波で画面見えなくなっちゃう、あフレイヤーも限界かも、よくやってくれた、十分だ、あとは俺に任せろ、雷、行こうと同時にもう攻撃してくんのか、どう考えても1体目のボスの強さではない、
いや、危ねえ。いやー、氷が残る。いやー、こいつで一番やばいのは雷じゃない、氷。脂肪が追加されるのがやばすぎる。うー、オッケー。マジで攻撃する好きね。雷やりくるよ。おい、やりよける。で、これ一発殴れるかな。あ、風も使った、氷も使った。もう最終形態だ。うわ、四股組、じゃなくて四股組。あー、これはゴルシェルのも、はい。うわ、ほら、これ四股が追加されるのがやばいんだろ、攻撃に。いや、えぐいなぁ。やりくるか、来ない。オッケー、ジャンプでよける、ジャンプでよける、オッケー。もう掴みつつある。はいはい、もう一回来るかな、もう一回来る。あ、やべ、当たってきた。くそいや、まずいね。ちょっと次で決めるわ。この大ルーンが、モーゴットの大ルーンなんだよね。HP の最大値を大きく上昇させる。これつけてるから、これでルーンの子を使用すると、ギューンって HP が伸びると。はごめんなさい、どこで攻撃すればいいんでしょうか。それやめて。いや、ある、一回打てる。もう一回来るよ、オッケー。ここでこ、なんだよ。やべえ、ガチで攻撃する暇ない。よし、特大剣きつない。いや、特大剣技振ったらさ、相手の攻撃が確定するんだけど、俺に。オーケーやー、はぁ、飛び上がった。いける。うわー、これめっちゃ強くね。茹でガニ、一定時間物理カット率を大きく高める。こんなんあったな、 NPC が売ってくれるやつだ。ゆでガニ食べて、あぶねえ、避ける、くそ、避ける。あ、これどうしたらいいんだ、これおまけがついてくんだよな。一旦殴り、避ける、もう一回、一回殴る、はいはいはい、一発、二発、やばい、ドラー、やべ、バカバカ、ジャンプ切り、四国に前よけ、いけ、やばい、はっはっはっ、よっしゃ。
ちょっと待ってくれ。おい、強すぎだろ。うつが、もうね、特大剣無理だわ。これ、雑魚的には無類の強さを誇る特大剣だけど、もうボスにはね、なんか、この剣を振ったら必ず、被弾するという、覚悟を持たねえとあかんわ。もうヒット&アウェイじゃない。ヒット&ヒット。いやいや、でかすぎだろ。俺もう腕食われてんじゃん。